どうもタブヤンです。たまにやるならこんな最新ゲーム、今回はプレイステーション3の、R タイプディメンジョンズ体験版やってみたいと思います。こちらね、 R タイプと R タイプ2のアーケード版とリメイクが、一度で4つ楽しめるゲームになっております。初心者の私は遊び方見てみましょう。悪の帝国ハイド、違うな、バイドから人類を守れ。四角ボタンで攻撃、丸ボタンで連射、三角ボタンを押すとなんとオリジナル 2D 画面と新しい 3D 画面が切り替えられる。ワクワクしますね。そして四角ボタンでため打ちもできる。ほうほうほう。あとはパワーアップアイテム、×ボタンで、オプションコースかなを合体分離できる。ほうほうほう。いろんな武器がある。さあやってみよう。これかクラシックモードっていうのがアーケード版を忠実に再現。今机蹴っちゃった忠実に再現ね。ゲームオーバーあり。そしてなんとこれいいよね、インフィニティモード、奇数に制限なしという夢のような。だから誰でもクリアできるんだね。でボスも時間制限で撤退。でその代わりその、クリアに要した奇数とまあスコアを競い合うという。初心者にも優しいじゃないか。オッケー。じゃあやってみましょう。しかもマルチプレイもできるんだね。至れり尽くせりじゃないか。クラシックか。もうクラシックやり慣れてるからね。インフィニティでいこうか。インフィニティ最高じゃないか。ステージ1。さあ行きましょう。R タイプディメンジョンズ体験版。かっこいいね。何期死んでもいいっていうちょっと心の余裕がね、しょぼいプレイになってしまうかもしれないけどね。最後 2D、3D を切り替え、四角三角ボタンで OK。 しゃくり出た丸ボタンで、しかもこの連射機能がついてるというのがいいよね。そして四角ボタンでパワーを貯めて発射。アナログスティックが震える。 OK。 なんかパワーアップアイテムないの？あった、出た R タイプこれぞ R タイプ。溜め打ちでゴー。危ない。で×ボタンで発射。いや画面が綺麗だね。しかし宇宙が、ため打ちゴー、ため打ちゴー。あ、倒せないのかこれ。バツボタンで発射。中央で待ち構える。もう簡単にやられるわけにはいかないですよね、レトロゲーマーとしては。これ後方に打ったりできないのかな。できないの。パワーアップしてからか。めちゃくちゃリアルだね。お、スピードアップ。このミサイル撃つやつなんとかして。オッケー、エンジンが発動。上の敵邪魔。あー怖いな。ため撃ちして、ここでしょ。よーし撃破。開いた、ぶつかった尻尾にぶつかった。危ない。じゃあスピードが遅いと避けきれない。オプション取った、なんかオプションっぽいの取った。おお、なんか強くなってきてるあ、これミサイル、ミサイルいいよね。あ、三角ボタンで切り替え OK。 おお、アナログモード、 PC エンジンのバージョンかな。まあ、これはこれで見飽きてる感があるけどね皆さんもね、いつも見るやつでね。よし、
3D に切り替えよう。おお、かっこいいな。あ、ボス発射。どうなんだこれ、どこやっつけんの。あの中央か。ん、あ、あの弾みたいなやつをやっつけないといけないね。おおおおおっとっと、危ない、避けきれない。無敵の間に下を倒して OK、 ため打ちで、うわー、ため打ちで発射、よーし。あのかける5っていうのがやられた数かな。ステージ1クリア、まあ絶対クリアできるんだけどね。で5機やられたってことはもうゲームオーバーになってるよね普通。奇数5、なるほどね。コンティニューしましょうか。体験版 R タイプステージ1、2種類のゲームモードみたいですね。続ける。あ、そっか、体験版なんでステージ1しかできないみたいですね。いや面白いね、なんかワクワクする感じだよね。じゃあクラシックでやろうか。クラシックモードでいきましょう。カメラタイプ、アングルってなんだろうね。やってみようか。うわー、アングルすげえ。うわうわうわ、なんか斜めじゃん、これすごいな、超リアル。うわ、こうなんか進んでる感あるね、斜めのアングル。ワクワクしますねこれ。あー、やられた。そうか、最初からか、その場からスタートじゃないんだ、クラシックだから。ひえ、 2D モードのアングル見てみようか。それは、あ、無理か。2D モードはアングルないもんね。そっかそっか、こっちの方がプレイしやすいかな。でもね、いや、アングルでいこう。やっぱりかっこいいな。いや、製品版だとあれだよね、 R タイプ2までプレイできるんだ。おお、なんとか一面クリアしたいけどな。無理そうだなこれ、やばい、すでにやばい。ここ打っても何もならないんだよね。倒せんのかなこれ。どうなんだ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 、無理だよね。スピードアップくれ、スピードアップ。いや、これ気持ちいいな、画面綺麗だな。下に寄せて、あ、ダメか、ミサイルマン邪魔だな。 OK、 スピードアップ、ミサイルマン邪魔。うわー、この立体的な感じ、危ない。よし、撃った、さっきここにぶつかったんだよね。よし、かわした。くそ、上に攻撃したいな。これ B ボタンを押すと引き戻せるのか。ああ、いいね、あ、これいいじゃん。レーザー合体すればこんなのあったんだ。おお、なんか強くなった、さっきはならなかったぞこんなに。いける、これならいける。ミサイル、ミサイルゲット、かつてなく強いよこれ。いけるんじゃない、一面クリアしたいね、クラシックで。危ない、ミサイル撃たれてる。よし、いける、さらにパワーアップ。おお、レーザーついた。あ、なんか弱くなった。あ、でもこのレーザーであのボスの弾みたいなやつをね、倒せるんじゃない。さあ気をつけて、まずはレーザーで発射しろ。あ、戻した方がよかったか、これレーザーの方がよかったか。危ない、あ、後ろにつけたらダメだ。後ろじゃなくて前、よしよし、レーザーでいける、発射。
よーし、やりました。いや、このパワーアップが楽しいね。 R タイプ最高だね。リメイク版、いや面白かった。皆さんもよかったら体験版プレイしてみてください。それでは次のレトロゲームじゃなくて、たまにやるならこんな最新ゲーム、来週お会いしましょう。さよなら。